どうも皆さんこんにちは、キヨキヨです。はい、今回もタンホール10のこれうまいリプレイですよ。ゴエモンジャパン春さんのリプレイでございます。今回の編成はですね、めちゃくちゃとつくい日なんですね。インフェルノタワーが中心部に2本トントンとね立っているんですけれども、もうねサイド何区画 ?2 区画 ?3 区画をですね、食い火でめちゃくちゃカットするんですよ。そして、まあ、タンホール10のね、まあもう、なんていうんですか、今めちゃくちゃ強いじゃないですか、このバルキリーですよ。で、最初にジャイアントにですね、ターゲット取らして、ヒーラー混ぜてましたけど、こっちの方がね、ヒーラーの回復量が大きくなるんですよ。クイーンにヒーラーをつける時よりも、ジャイアントにヒーラーをつけた時の方が回復量が単純に上がるんですよね。なんか知んないんですけど。はい。そこで、ジャイアントを採用しておりました。で、もう、どんどん中心部に切り込んでいくんで、まさかの援軍までね、処理できてしまうぐらいの、その釣り出せるぐらいのですね、もう、食い込み方をするんですよ。中心部に。はい。で、ここでですね、これ安いパーがすごい嫌ですけれども、まあレイジとかも組み合わせながら、でここでしっかりとですねゴーレムを処理しております。まあこの処理している段階でアーチャータワーに1個なんで、まあ生き残りますよね。そして、今回はバルキリーということなんですけれども、ジャイアントを採用しておりますね。このジャイアントを採用している理由は、やっぱりバルキリーってね、マルチインフェルノタワーにすごい弱いんですよ。その弱いので、まあインフェのターゲットを取らせるという形でございますよね。もうこの時点でジャイアントに5体全部ね、ターゲット持ってかせてるので、相当ね、ダメージを受けずに済んでおります。でですよ。ジャイアントね、攻撃力あるんですよね。やっぱその、バルキリーを送り込むときに、レイジ組み込むじゃないですか。そのレイジがね、すごいジャイアントにも効いて、すごいね、効くんですよね。はい。そして、もうね、この段階でホグをちょいちょいちょい混ぜるんですよ。で、こう、サイドにね、散らばっているこの迫撃砲とかをね、処理していくんですけどもね、いや、ここまで計算しているんだなっていう、最後の後処理ホグも計算していると。どうしても、バルキリーってこう突っ込むじゃないですか。まあ、もちろんジャンプの呪文とかで、中心部にスピード感を与えて一気に突っ込ませるんですけれども、それでね、周りの施設が残っちゃうんですよね。それを、ホグライダーを数体混ぜ込むことによって解消しております。いや、これ素晴らしいリプレイですよね。やっぱり、すべてのユニットの特性を理解しているというか、その保護を混ぜ込むであったりとかもそうなんですけれども、このね、とつくい火、鬼とつくい火ですよ。もう、くい火をめちゃくちゃ突っ込ませることによって、もう中心部がね、ほとんどバルキリーがね、一瞬で処理できちゃうぐらいに、施設がないんですよね、もはや。いや、これ本当に素晴らしいリプレイでした。まあ、タウンホール10でもね、ボウラーめちゃくちゃ流行ってますけども、まだまだバルキリー強いぞと。もうバルキリー信者の方はね、この動画見てね、よっしゃと。もう歓喜の声を上げるんじゃないかぐらいのね、リプレイでしたけれども、皆さんいかがだったでしょうか。こういうね、リプレイ。こういうですね、タウンホール10の方。ぜひとも、私さんのゴエモンジャパンへ、加入お待ちしておりますので、タウンホール10、11の方、ぜひともお待ちしております。ということでごしょ、おれぞしょ。チャンネル登録してね。チャンネル登録をしていただけると私のモチベーションがぐーっと上がりますので、ぜひとも皆さんチャンネル登録よろしくお願いいたします。